おはこんこん、アークです。今回もアークモバイル実況をやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。今回ですね、ちょっと先に見てほしいものがあって、はい、テーム上限です。テーム上限なので、今回はテームクロニクルやりたいなと思います。首ですね、はい、やりたいなと思います。とりあえずね、ここら辺にいる子たちは、ほとんど解雇されますね。こっちのアラネオちゃん、この子をね、解雇です。正直、うん、結構やばいと思うんだよ、食料値が。でもね、どっちにしろ琥珀2個で、復活できます。すまね、よいしょ。さあ、このブロントサウルスもね、正直ちょっと使わないということで、クビです。ありがとうございました。そんなに記憶がないけど、よし、サドル回収ね、思考です。アローちゃんたち、ちょミスおらんかったっけ。スピノは昔解雇しようか。これアローちゃんたちもね、正直ちょっと使わないから解雇ですね。はい、すまね。ありがとう。よし。その次にちょっと迷ってるんですよ。このメガロはね、賢者さんなんで、一応ストレス効果があって、この子もね、ストレス効果あります。よし、じゃあ次は、次というか最後。拠点行きましょうか。アースローは絶対置いとく。さあ、シアとキャンダム、シアとキャンダムはちょっと名前をちょっと前の名前になってるんですけど、置いときます。ケツァルであるゲン、グリフォンを置いとく。上っすね、上の面々、よいしょ。え、何あれ、ちょっと待って、え、ちょっと待って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 、ちょっと待って、俺知らん知らん知らん、え、これ上で湧いてんの、上で湧いてんの、え、俺ん、いやいや、記憶ない記憶ない、誰お前らだ、誰。まあとりあえずこのラプトルちゃんは解雇ですけど、うんうん、正直卵が100以上あるんで解雇です。え、お、誰、マイマイちゃんは置いときますけど、え、誰でしょ。ここら辺はね、正直ちょっとギガノとの高レベルのメスをテイムしたら、介護です。はい。んで、ノクティス、ウンコ、三兄弟やって、タペちゃんいて、レックス、エラス、んで、テリジ、そしたらそこら辺にイカ2体。あ、でもね、カワウソは正直ね、ちょっと使わないというか、ね、あんまりね、使わないんで申し訳ない。あ、メガロドン、今はなきメガロドンを持ってたのかお前は。すまねえ、すまねえよ。最後に、海上生物に限ってエラスがいるんで、正直ちょっともう解雇ですね。うん、
ダンクは確実に解雇します。この子はね、めちゃくちゃ頑張ってくれました。イカテームするのにね、本当にありがとう。マジで。いつかまたね、呼び出すから、その時一緒に戦ってくれ。そしてメガロドン。一体でいいとは思うんですけども、今回は置いとこう。サメ好きだし。これぐらいかな。まあ、まあこれぐらいか。よし、ではね、早速どんだけテームクロニクルしたか見ていきましょう。はい、こんな感じ。7ですね。 1,2,3,4,5,6,7 体、テームクロニクルしました。ですのでテーム数33になりました。でもね、まあいつでもね、ぶっちゃけ創生装置さえあれば5枠2個で復活できるので、今回はこの辺で終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。バイなら、バイバイ。